次に、リッチのジェルの説明をしていきます。でリッチの方はベースに312番を2度塗りと、あとノンワイプトップジェルを使って、トップジェルまで仕上げてある状態です。でリッチのジェルも硬化性がいいので、使うときは必ずクリアパレットの上に小分けに出してもらって使用するようにしてください。リッチの場合はおすすめのパーツはこういう V カットのストーンだったりとか、あとはこういう球体のパールとかがおすすめになります。でまあ付け方なんですけど、リッチを使う場合はこういう V カットのストーンの場合は上につけてしまうとまたカット面が潰れてしまうので、このシルバーの側面のこの部分にリッチをつけていきます。なのでパレットの上に出してもらったところにちょっと V カットを少しこうつけてもらって、でこう周りをこう転がすような感じで上にはつかないように全体的にこう回してもらって、この根元の部分にジェルを、このシルバーの根元の部分にジェルをつけていきます。ジェルを根元の部分につけたら、ジェルがついているところを爪の上に乗せて、で大体こういう V カットだったりとかパールのストーンって1個で置くことは少ないと思うので、大体この辺の隙間に、別の形のパーツをつけていくことも多いと思います。で、まあ、こういうキラキラだったりとか、こういう球体パールとかを組み合わせて作っていくと思うんですけども、球体パールの場合はもうジェルの上に置いてもらって、ウッドスティックとかスパチュラで全体にこういう感じでもう絡めていきます。で全体にこういう感じでつけることによって、パールって時間が経つとコーティングが剥がれてしまうと思うんですけど、ジェルがあることによってパールのコーティングが剥がれにくくなります。で最初はちょっとこうジェルの表面がデコボコしているんですけど、リッチはレベリング力があるので、置いて少し時間が経つと、表面がツルッとなってくれるので、少しパールの表面がデコボコしていてもそのまま置いていただいて大丈夫です。であとレベリング力があることによって、このパーツとパーツの隙間にジェルが流れてくれて、そのパーツ同士がくっついてくれるので、レベリング力があることによって隙間も少なくなって、取れにくくなります。もう一個のパールも全体的にリッチを絡めてもらって隙間に置いて、で表面がツルッとなってくれるのを待ちます。で少し待つことによって表面がデコボコからツルッとなったのを確かめたら硬化をします。でこんな感じで、隙間にもしっかりとリッチが入ってくれてるので引っかかりが少なくなってパーツ同士をくっつけやすくなります。でこういった立体パーツとかでちっちゃな隙間とかでもしちょっと引っかかりが残っていたりとかする場合は、リッチを使うのではなくってまたスムースを使ってもらうことをおすすめしています。パーツの隙間を埋めるのはちょっとテクスチャーが柔らかいスムースの方が向いていますので、こちらもまた細筆を使って隙間を埋めていきます。でこういったパーツでもしこういう隙間がある場合はスムース
を細筆で少し取ってもらって、隙間にスムースをこうちょんちょんと入れてもらうと、低粘土なので隙間が埋めやすくなりますので、ちょっと立体パーツで隙間があるのが気になるっていう場合は、プラスでスムースを使ってもらうと、より隙間とかがなくしっかりと接着することができるので、もしちょっと取れやすいパーツを使ってたりとかする場合はこんな感じで隙間を埋めてください。でまた20秒硬化をします。で立体パーツはこんな感じで、基本的にはリッチがおすすめなんですが、ちょっと凹凸があって隙間ができやすいものに関しては、合わせてフィックスジェルのスムースも一緒に使っていただくと、より取れにくくって使いやすいと思います。